ちょっと。ふんじゃないねん、おい。何？いや、俺の鼻歌奪うなよ。いや、そら無理よ。ママさんバレーのお母さんよ。そんなハイキューのオレンジ鼻歌で歌われたらこっちも歌いたくなるもん。それはや無理よ。やめてって、そんな奪ったらいかんと、ひろちゃんの鼻歌自分の部屋でやって。俺気持ちが分かった。じゃあもうひろちゃんの鼻歌歌わないようにします。はいはい、ほんま。明日へ向かうオレンジ色の空へ羽ばたいてゆく、もう一秒だけ、あと一秒だけ。やめろって。ねえ、気持ちを歌ってるけどさ、お母さん鼻歌歌ってないよ。あ、ちゃんと歌詞も歌えるけ。だからひろちゃんの鼻歌は奪ってない。逆に歌詞は今お母さんが歌えるけ、お母さんの今歌詞だけ奪わんでよ。お母さんの歌詞って何やねん。鼻歌しか歌わんで。違う違う違う、明日へ向かう、ねえな、俺の色の空へ羽ばたいてゆく。やめろって。やめろって。気分悪いねん。もう一秒だけ、やめろって。あと一秒だけ。熱唱すんなって、マジで。俺があったから、俺のやつが。だから鼻歌担当。俺、何やねん鼻歌。歌詞担当だ。そう、担当制でやってない。ひろちゃんがそれ歌い出したお母さんも多分。やめろって。勘弁してや、マジで。チャンネル登録、よろしくねー。